Hello, ロックン。お元気ですか？アルディーズコレクションミュージアムの中村です。今回はですね、ジュリーの、ジュエルジュリー、ジュリーと井上バンドを出した後なんですけれども、ここでなぜかタイガースがまたクローズアップされます。初めて出たベスト版、ザ・タイガース物語。これが出ました。これの、1と、2ですね。なんか落ちた。同時発売でした。前にもご紹介しました。これを同時に、予約をすると未発表が入っているというレコードがついている、アルバムというかちょっとしたものが、もらえるというので、買った人も多かったと思いますけれども、今回紹介するこれはこの1なんですけども、帯がまず、掛け帯というか、まあこの普通の丸まってなくて、もうすぐ取り外せちゃうんですよ。こういう感じで抜けちゃう感じの、こう普通はね、こうくるってなってるんですけど、これはなってなくて、ただ本当に引っ掛けるだけの帯になってました。初版はここに書いてあるピンナップポスター付き。そしてこれが、1の方のピンナップポスター。これです。シーサイドバウンドの時の、ジャンプしてるやつですね。で、中は、歌詞が載ってますけども、こういう感じです。でも曲目の方もですね、デビュー曲の僕のマリーからずっとシングルが、入っていくわけですね。で、タイガースは、アルバムとしてはもうトッポ時代に、オリジナルとしてはもう1枚、シロの時にも1枚という感じで、トッポの時はヒューマンルネッサンスですね、それが出てるだけなんですよ。で、今回のこれもだから、ほとんどもう全曲、入ってるんですけども、まこれは1の方なので、あえて青い鳥が入ってないんですけども、2の方にシングルバージョンが入ってます。こんな感じでですね、こっちの1の方にはまずデビュー曲の僕のマリからずっとシングルが入って、2枚目のアルバムのサントラ、世界は僕らを待っているの中に入っていたイエローキャッツ、それも収録されています。そして、その後のヒューマンネサスですね。12曲のうちのなんと11曲がこっちに全部入っております。そして、今度そっちの方の、今度は2の方なんですけども、ボリューム2の方は、青い鳥から始まって最後までですね。そして青い鳥、これはシングルバージョンが入ってます。そして、2の方はこういう感じ。光ある世界ですね。ピンナップポスターです。で、中の方は素晴らしい旅行が入っている、こういう感じですね。こちらの方からは、もちろん師匠が入っている、自由と憧れと友情。これらしきしかアルバムは出てないんですけども、それがもうほとんど。2曲除いて以外は入ってます。何が入ってないのかというと、人はっていう、亀梨さんが曲作ったやつですね。シロが歌ってるやつ。それと、ゴールデンカップスのエディ・バンさんが作曲した海の広さを知った時という、この2曲だけは入ってないんですけれども、それ以外は全部入ってます。そんな感じの、1と2でした。今回ですね、前にも紹介するって言ってたんですけれども、これにサインを、したやつが、手に入ってそれを額に入れましたんで、それを今日はご紹介したいと思います。こちらです。どうですか。こちらに、サインしたやつを額に入れてみました。一番上のこれが沢田研二のサインです。そしてこれが太郎さん、森本太郎のサインですね。真ん中が岸辺四郎さんです。でこれが、岸辺治一徳さんですね。ここではもう岸辺一徳になってるんですけども、実は、岸辺治のサインをきちんと書いてます。でこれがトップですね、勝美。このジュリーのサインなんですけども、この時代実はもう沢田研二ソロで活動してましたから、当然沢田研二のソロのサインになってるんですけども、ここではあえてタイガース時代のサインに戻して書いてます。一徳さんもそうですね。一徳と書かずに、岸辺治で書いてます。
そんな感じのサインです。あ、それでこの時はまだ同窓会ですから、 P さんはまだ、先生やってたので、P さんはサインを書いておりません。そんな時代の、これはあの同窓会の時のサインですけども、このタイガースストーリーに、書いてもらったというサインを紹介しました。そんなこんなで今回はこのザ・タイガース物語をご紹介しました。自分自身ですね、井上バンドと、ジュリーがやってるということにまた、注目をして、またこの原点でまだタイガースを、聞き直したということによって、また、沢田研二に対する、希望というか、そのあれも増えましてですね、そこに戻ってくるわけですよ、自分自身ジュリーの音楽に。それで、これからもまたどんどん聴き続けていくことになってしまうんですけども、また今後ともまた紹介はしていくので、ぜひ、また楽しんでください。また見てね。じゃあね、元気でね、またね、ありがとうね。